こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いきなりだけど、関ヶ原の戦いでの西軍の総大将って誰か知ってるか？ふふ、引っ掛け問題ね。石田三成って言いたいところだけど、実は、名将、山田権左衛門よね。毛利輝元だな。ほーん。じゃあ、関ヶ原の戦いで、毛利軍がどう戦ったのか知っているか？全く記憶にないわ。西軍の師匠として華々しく戦って負けたのかな。実際、西軍の総大将と言われる割に存在感の薄かった毛利軍だが、実は裏では結構活発な動きがあったんだ。うえ？今回は、関ヶ原の戦い前後まで含めた毛利家の戦略、瞑想について紹介するぜ。じゃあよろしく。ゆっくりしていってね。慶長5年7月、徳川家康が会津の上杉景勝討伐に失敗している隙をついて、石田三成が挙兵したが、三成は大谷義次の進言に従って、自身は総大将につかず、家康に次ぐ実力を持っていた、中国地方の大大名である、毛利輝元を西軍の総大将として擁立した。そして、大軍を率いて広島からやってきた輝元は、大阪城西の丸に入ったんだ。やる気満々ではないか。毛利家の天下は近いぞよ。輝元は、秀吉の遺言で、西国の統括者という意識が強かったと言われている。秀吉って口がうまいわよね。輝元は、戦乱に乗じて四国や九州北部で東軍についた大名を攻め、西国に毛利領を拡大しようと行動を起こしたんだ。ほう、しれっとそんなことを。やるな輝元殿。九州に向けては、大友義宗と毛利義成を後援し、それぞれ豊後国と豊前国に毛利軍も派遣した。そして、九州だけでなく四国にも手を伸ばす。八須賀家の領国である阿波の国に毛利軍を差し向け、徳島城を占領させると、伊予の国の加藤義明領と東道高虎領では、河野急進ら黒人を促して放棄させている。西国で暗躍していたのね。ところで毛利本軍は？輝元は大阪城に居座っていたんだが、毛利本軍を率いた、輝元養子の毛利秀元と、いとこの吉川広家は、伊勢に進出し、東軍型のあの津城などを攻め落としている。着々と西国での勢力を広げるのじゃ。毛利家の天下は近いわよ。毛利秀元と吉川広家に率いられた毛利本隊は伊勢を経て家康本陣の背後に位置する南宮山に布陣した。もう完璧じゃないの。あとは家康を挟み撃ちにするだけね。狸親父、覚悟しなさい。そして、東西両軍が激突し、関ヶ原の戦い本戦が始まったんだが、なんと、毛利軍の先鋒を務める吉川軍が動かない。え？いかがなされた広家殿？お腹減って弁当でも食べてたの？実はもともと、西軍が負けると判断していた広家は、東軍の黒田長政を通じて、毛利軍の本戦不参加を条件に、毛利家の所領&などの交渉を行っていたんだ。いや、何言ってんだい、総大将でしょ。それに対し、徳川方の本田忠勝や井伊直政は、毛利家の所領&を約束した起請文を、広家と、毛利家家老の福原博俊に提出していた。いやいや、そういった保険はわかるけど、家康の首を取るチャンスよ。広家、弁当食ってないで、早く出撃するのじゃ。広家の元には、西軍方から出撃要請の使者がやってくるが、東軍に内通している広家は、いろいろと言い訳ばかりして動こうとしない。先方の吉川軍が動かないので、後続の秀元軍も動けずにいるうちに、毛利一族である小早川秀明西軍の諸将が次々と東軍に寝返り、戦いは東軍の勝利に終わったんだ。結局、関ヶ原の戦いは、広家と秀明の裏切りで西軍が敗北することになった。そして、南宮山に布陣していた毛利軍は、東軍と一戦も交えずに、大阪に向けて撤退していったんだ。毛利家の天下が、吉川、小早川。関ヶ原本戦で西軍は敗退したが、毛利軍は無傷のまま温存されており、輝元は豊臣秀頼を擁して、大阪城で籠城して戦うことも可能な状況だった。そのため、これを恐れた家康は輝元に対して、所領&の起請文を送り、大阪城からの退去を促した。むむ、どうすれば？所領&を信じた輝元は、大阪城西の丸から退去したんだ。まあ、天下を取るのは無理だったけど、本領&なら致し方あるまいなのだ。しかし、輝元と入れ替わる形で大阪城西の丸に入った家康は、
輝元が西軍の総大将として、各地で積極的に動いていた証拠を次々と発見していく。あうち。もともと家康も、毛利家の動きは掴んでいたんだろうが、これを理由に、毛利家の所領をすべて没収することを決め、改めて、広家に周防長戸の2カ国を与え、毛利家の家督を継がせようとする。あう。この事態に広家は驚愕し、自分がもらう2カ国を、輝元に与えてくれるよう家康に懇願し、これが認められたため、毛利家はなんとか改易を免れたんだ。ほーん。広家の内通のため、東軍に敗れた毛利家だったが、その広家のおかげで、長州藩士として存続することになった。なんとも言えない結果ね。もともと西軍か東軍か、一族の意思が統一されていれば、天下を取るか、大大名のままだったろうにね。結局毛利家は、中国地方8カ国120万石から、周防長戸2カ国37万石に大元封されてしまった。家臣の禄高も大幅に減らされ、毛利主従の苦難の日々が始まることとなる。ぐぬぬ。毛利家は新たな本拠地について、幕府に伺いを立てたり、検地の結果、石高が交渉より多かったことも報告するなど、かなり幕府に気を使っていく。ほーん。毛利宗家は萩に本拠を置き、毛利秀元は6万石を与えられ、独立した師範である長府藩士となる。吉川広家には、周防岩国3万石を与えられるが、この岩国領については、正式な師範でなく、あくまで毛利領内の一領主であった。岩国藩は正式な藩じゃないってこと？関ヶ原の戦いでの広家の行動に関する、毛利家内の確執が原因とも言われる。あや。毛利家内では、南宮山の毛利本体が動けば、関ヶ原で東軍に勝って、輝元が天下を取っていたかもしれないという空気があったのかもな。広家も毛利家のためと思ってやっただろうに複雑ね。なお、幕府からは江戸に屋敷をもらい、参勤交代もするなど、大名並みの扱いを受けている。まあとにかく、広家の藩内での立場は微妙なものとなり、長府藩士となった秀元が実権を握る。今更だけど、輝元の養子の秀元って、一体何者だったんだい？秀元は、毛利元就の四男、小枝元清の子で、男子のいなかった輝元の養子となり、一時は後継ぎとされていたんだ。輝元に実子の秀成が生まれると、後継ぎから外れたんだが、豊臣時代に小三味三義に上っており、孫の綱元の代まで受子の状を授けられている。それってすごいの？これは外様大名の師範士としては破格のもので、同時期の毛利宗家の当主より高いことになってしまっている。ほえ。また秀元は、将軍家光のお気に入りだったらしくおとぎ衆にもなっている。関ヶ原で東軍についた加藤家や福島家が改易になっている中、西軍の秀元や、丘陵で復活を遂げた立花宗茂が、秀忠や家光に気に入られていたのは、何か不思議な感じがするな。後に、秀元のひ孫の吉元が、後継ぎのいなかった毛利宗家に養子に入り、宗家を継いで長州藩士となっている。岩国の吉川家はどうなったの？毛利家には、長府藩のほか、その後徳山藩、清水藩といった師範もできたが、吉川家の岩国領に関しては、正式な師範とならないままだった。吉川家は、江戸時代を通じて複雑な立場に置かれていたんだが、明治維新の活躍により、慶応4年になって、ようやく正式に岩国藩士として認められている。今日の話はこれでおしまい。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いいたします。